あ、どうも、サブチャンネル、バンビです。今日21日ですね。21日で、東京都とか、関東圏か、埼玉とか千葉とかが、まあ、緊急事態宣言が、まあ、解除されるというか、まあ、今日いっぱいで解除されるということなんですが、まあ、明日からも、東京都とか、その、3県は、9時まで、まあ、時短要請を出すということで、まあ、結局、飲食やってる人間からすれば、まあ、1時間しか伸びてないんですよね。で、なんかそれ、なんかもう本当に、まあ、確かに、なんかちょっとずつちょっとずつやっていかなきゃいけないと、その感染者っていうのはもう、リバウンドが怖いから、っていうのもわかるんですけれども、なんか、せめてもうちょっと明確に、もうちょっとこの次の先も見してほしいかなって思うんですよね。多分要請が解けたら、あ、要請？そうそうそう、31日までの9時までの営業時間の要請じゃないですか。その後は、なんかもう、好きにしていいですよじゃないですけど、まあ、ある程度、まあ朝、まあ朝の5時までとか、ありえるのかな、わかんないですけどね。まあそれ今まで5時までやったお店は、まあ、そのままなんかやっていいですよとか、やっちゃダメですよとか、で、そこで働いて、やっぱアルバイトの子たちのことをね、なんかもう少し気にかけてほしいなっていう。従業員の休業保障がどうのって言ってますけれども、やっぱりね、飲食店が、ね、日本はこんだけたくさんあって、そこで働いてるアルバイトの人って言ってもすごい多いわけで、でそれでやっぱね、若い方でフリーターとして、まあお互い男の男性の方と、あ、まあ男性の方と女の人の方と、両方フリーターで、まあ居酒屋で働いて、まあ子供を育ててるっていう家族もあったりもするんですよね。まあ僕は聞いたことあるんですけど。僕が聞いたことあるぐらいなんで、もっともっと多いかなって思うんですよね。で、そういう人たちの家族も、もうちょっと考えてほしいかなっていう。社員になってないお前たちが悪いみたいな感じの、ね、なんかこうあれがあって、なんかアルバイトは本当にポイポイポイって切り捨ててるような、感覚にすごい受け止めちゃう部分があって。で、今度ね、9時までになってもね、1時間しか伸びないじゃないですか。で、そのままでね、どこまで耐えれるのかなっていう感じもありますし。保証保証って言っても、その保証もね、なんだか遅れてるようなニュースも聞きますし、そうすると、じゃあ大家さん待ってくれんのかって言って、待ってくれる大家さんもいれば待ってくれない大家さんもね、家賃で言ったらいると思いますし、ね、なんかそういう細かいところですよね。もうなんか全部ケアした上でこうしてこうよっていう風な政策をもうちょっと打ってほしいなと、単純に、解除されましたけれども、東京都とかは、9時までの時間要請、飲食店は続けます。8時から9時まで1時間を延ばしたんで、勘弁してくださいね。引き続き6万円から4万円に減りましたけど、保証はしますんで、みたいな。まあ、そこだけじゃなくてね、まあ、グローバルダイニングさんなんかはね、本当に吊るし上げて、もう、ね、グローバルダイニングさんも東京都に対して一応手寄せをするとかも言ってましたけど、してもいいんじゃないかなって思います。あんな吊るし上げて。もっと他にいっぱいあるのに、なんであそこでさ、あんな集中砲火してんのかなって思っちゃいますし、そういうとこもまあ平等じゃないなって思っちゃいます。そんな感じですね。で、まあ今日で解除されて、まあ明日から9時までは、公にまあ営業ができると。で、8時まではまあ酒の提供ができると。いうことなんですけれども、まあ、なかなかオリンピックをやるんであれば、ゴールデンウィークにももう一回締め付けが来るんじゃないかなと、個人的には思います。ちょっとね、この飲食に関してはかなり厳しい状況がずっと続いちゃいますね。はい。そんな感じで、はい。今日は終わります。